さあ、行こう。まあね、ガラケーで一番サイズでかいやつでやってるんで、多少映りはいいと思います。ただね、下りなんでね。これね、前見っけた時にね、大正時代の石碑がね、転がってたんだよね。せめてそれ撮りたいよね。だからこっちから来たんだけど、本当は多分、簡単に行けるルートがあるはずなのよ。うん、大変なことになってるの、これ。わかるかな？階段になってない階段。崩れそうで怖いんですけど。よいしょ。これ途中で道間違えるととんでもないとこ行っちゃうんだよね。前回ね、間違えちゃって、こっち行っちゃって、なんもないじゃんってなったんだよね。で、こっちなんですよ。もう2、3年前なのに覚えてる。もう人なんて来ないよね、ここね。よいしょ。どうですか、石倉。ここに来る勇気のある方いますか？一応、差し路さんなんでね。記念スポットでもあるし、観光スポットでもありますよ。どうですかね。意外にスタスタ歩いているあのお二人さん、行けるんじゃないですかね。よいしょ、マニアッチとカショッチ、行けるんじゃないですかこれ。はい、落石注意とね。もう抜けちゃった、腐っちゃって。そうなんだ。で、これが最初これが石倉かって思ったんだけど、違かった。もう一回見てるんでね。でも見ても分かんないのよ。これが石倉ですっていう看板がないんで。でも知らない間に行ってたんで、石倉、そこはね、ここが石倉ですって言いたいんで。もうちょっと整備できないですか。うわ、どう降りる、こうか。こっちから行くと落ちる可能性もあるから、こっから行くか。これをここに腰掛けといての、31度でやる場所じゃねえ。あっつ、マジで。子供が楽しんでんな。あ、この悲鳴は子供、霊じゃないですよ。普通に子供です。ここは僧兵がなんか囚われた身で殺せー言ってる声ぐらいしか入らないんで、本当に戦ってんだなっていう声が入りますよ。囚われちゃったやつがそう叫んでるということは、いや、わかんないよ。もしかしてゴー出してる、行けじゃ、行け、あ、でも行けっていうか、そうだよな、あくまで僧侶なんだから殺せなんて言わねえよな、掛け声で。だから多分囚われたやつだよね。となると笠間のお寺関係じゃなくて、あれ、あれ、笠間のお寺関係じゃなくて、ちょっと待って、ちょっと見逃したかもしれない。笠間のお寺の関係じゃなくて、7階のお寺関係の人が叫んでる可能性がある。違うね、大正時代の石ころが起こってたんだけど、なくなっちゃった。あ、これか、通り過ぎちゃったか。
いや、あれ、なくなっちゃった。いや、だってもう見つけちゃったんだよね、謎のバス停。あれ、落ちた？また落ちてった。そんなことある？虫がうぜ。まあいいや、これじゃないもんね。後ろにね、石にね、大正って書かれてる石があったんだけど、それがないんだよね。ないよね。ないね。あの佐志野神社がその上にあるんですよ。この上か。だから落ちてくるとしたらその辺なんだけど、ないね。撤去されちゃったのかな。する？そんなこと。まあいっか。それ映したかったんだけどな。うん。この上ね、うん、結構あっさりついちゃったね。どっか行っちゃった。もう下まで落っこっちゃったのかな。あれ、これこれ文字書いてない？これも落っこってきたやつ？そんなことある？これまた別な新しいやつかな。違うか。これは単なるそう見えるだけかな。わかんないからいいや。とりあえず、はい、バス停。ね。はい、ここでバス待ってても永遠来ないですよ。ね。で、何これ、これ倒れそうじゃね、揺れねえか。で、こちらが石倉になるんですよ。まあいいや、とりあえず一回休憩しましょう。これ、この上が佐志野神社ですね。佐志野って書いて、はあ、あれちょっと壊されたかな。どうなんだろう。ちょっと全体像撮るか。よいしょ。こんな感じです。